さて、今年の節分は124年ぶりに2月2日の今日となりました。ではなぜ節分の日にちが変わったんでしょうか。こちら見ていきましょう。節分は読んで字のごとく季節を分けるという意味があるんです。実はもともとそれぞれの季節が始まる前日すべて、つまり1年に4回節分はあったんです。節分は無病息災を願う行事ということで、現在は冬から春の変わり目が一番体に応えるという理由から、立春の日の前日だけが残っています。そしてこちらは、立春の日の時間帯を表しています。2月4日を中心に5日になったり3日になったりするんですが、うるう年が挟まることで、最近は40年近く4日に立春の日ということが続いていました。なので節分はその前日にあたる3日が多かったということなんです。さて、実に124年ぶりとなった2月2日の節分、その年の鹿児島では一体どんなことがあったんでしょうか。124年前の1897年、くしくも感染症赤痢が猛威を振るっていました。そんな年の12月、鹿児島では薩摩藩最後の藩主島津忠義が亡くなり、大きなニュースに。こちらは124年前の今日、明治30年2月2日の鹿児島新聞、南日本新聞の前身です。新聞といっても現在のように世の中の話題を伝えるというよりは、国の事柄を伝えるという役割が大きく、その内容を見てみると、その他、明治天皇の義理の母が亡くなったことで、囚人の刑が軽くなり、解放されたという御社の記事も。また、当時から広告面もあり、この日は陸海軍の受験者向けに、過去4年分の試験問題についてのお知らせなどが載っていました。今も昔も受験対策は必須だったんですね。節分といえば恵方巻きですよね。今年は南南東を向いていただきます。エビや卵焼きなど具材がたっぷりと入っているので、いろんな食感が楽しめて美味しいです。この恵方巻きを作っている革命館鶴屋、実は鶴屋も1897年と縁が深いんです。創業は明治30年で、今年で124年になります。革命館鶴屋は現在鹿児島市本名町に工場を持ち、イベントなどの仕出しや弁当、オードブルなどを販売しています。またこの時期毎年作っているのが恵方巻きです。まだ恵方巻きに馴染みがなかった20年ほど前、山形屋の当時の担当者が鹿児島の人にも知ってもらいたいと、恵方巻き作りを鶴屋に依頼しました。恥ずかしながら恵方巻きって何か、その当時存じ上げませんで、恵方巻きって何なんですかってお話聞いて、太巻きっていうか、そういうものだということをですね、その時初めて学びまして、その年か翌年からですかね、作り始めました。今や当たり前となった恵方巻き文化を鹿児島でいち早く取り入れたのは鶴屋だったんです。そんな老舗のルーツとは。聞いた話ですと、鹿鳴館のような社交場を鹿児島にもということで、鹿鳴館という名前がついたと伺っております。
革命館は1897年に料亭革命館として創業しました。政治家や軍人の社交場も兼ねた高級レストランとして連日にぎわいを見せていましたが、太平洋戦争で焼失。戦後はホテル革命館として再建し、皇太子ご夫妻が宿泊されたホテルとして注目されました。そして1992年に料亭鶴屋がオープンし、現在は主に仕出しの名店として歴史を刻んできました。そんな鶴屋にも新型コロナウイルスは影を落としています。去年はお花見がゼロだったり、夏の花火大会の日もですね、例年結構あるんですけどそれもなかったり、あと運動会も午前中で終わったりで、運動会の弁当もほとんどありませんでした。外出自粛などで厳しい状況が続く中、小山会長は弁当で多くの人を笑顔にしたいと話します。こう毎日のストレスを発散できる部分にお弁当が役立てないかなというふうにですね、思っております。まさに世紀を超えた物語ですよね。この鶴屋では今後仕出しの他にもしゃぶしゃぶのギフトなどに力を入れたいということです。そして来年以降、節分の日にちはどうなるかといいますと、これから先の立春は2月3日が多くなり、次は4年後の2025年で、その後はしばらく4年に一度2月2日が節分になります。ですからこの124年ぶりというのは貴重な瞬間だったと言えそうです。